こうか。当ビアガーデンのラストオーダーは9時30分までとなります。うるせえうるせえ。ご利用のお客様はお早めにご利用くださいませ。抜群のチームワークだな。当ビアデン屋上ビアガーデンにお越しいただきまして誠にありがとうございます。ダメだ、俺すげえ気になってしょうがない。自分の白 T シャツが超汚れそうで怖いんだけど。今のところ大丈夫。ご利用のお客様は怖くない？あのさっきの巨峰酒、ね、いや俺ブドウ酒飲んでるから大丈夫。いやお前らは大丈夫。お前らもうこぼしてんじゃん。全身こぼしてる。あ、こぼしちゃってる。一瞬待って染まっちゃってる。トヨさん次何飲むの？もしかも朝日でしょ。朝日あ、でも飲む。いや俺もね出ない。出るよ。黒は出ない。一応やってみる。やるわけ。お、出んじゃね？出る、出る。あ、いけるいける。やったじゃん。あ、まあ、俺も苦労してよ。もう一杯。ごさん待ってろ。はい、待ってろ。ごさん待ってろ。これ取ってくるから。よし。あ、ここベタベタしてる。変わっちまった。大丈夫、石村なんて万年分ベタベタしてるから。いつの間にかパクチー、パクチーキュウリなくなったな。ない。不況だったんかもしれない。ない。まあここで、まあぶっちゃけた話言えば、何飲み会するじゃない、いろんな人と、うん、いやまじ、ここの方がやっぱり心置きなく飲めるからいいよ。なの何でも言うけどね、毎回言ってるもん。俺らの会社限界点気にすることないからね。ん、限界点気にすることないからさ。はい、久保さん。はい、はい、はい、言うで。限界点気にするんだったら俺とバトルしてみろよって感じだよ。12時間耐久バトルしようぜ。絶対勝つ自信があるから。なんだろう、やっぱりね、なんかぶっ倒れても安心してぶっ倒れられるから、うん、安心してぶっ倒れな。あ、やべえことやった、あいつ。何今あいつ飲んで。じゃあ飲み干しやん全部。瞬時やったよね今。やばい技使わなかった、あいつ。わりわり。ごめんなんすよ。これでそこ5時、6時間のが精一杯みたいでさ、12時間パッドできないみたいでさ。しょうがねえな。わかんねえ、今やったら星野12時間パッドで勝つかもしれないっすか。ここの上を落としてこい。いやちょっと帰ろうとしたら、戻ろうとしたらなくなってたからさ。あ、一瞬星野持ってて、ちょっと気合い入れるわ一瞬。オッケー、ゼロに戻ったね。最近できるようなんて、じゃこれまたなんか遠回りしてる。大丈夫？あ、みんなまだ大丈夫じゃないよね。自分の席分かるみたいだから、ね、まだね。えい、なんかどれがどれかわかんないんだけど、どれが相手の。これだっけ、これだっけ。別にしようぜ一回。これをさ、皿挟んであっち側にしようぜ。はいはい。これ、これ殻だよね。これも殻。これ、これ殻。これも全部殻。いや、割りかし食った。だから。じゃあ、ちょっと薄いから、ここに置いていくか。え、さっき、これも入れちゃう。あ、そっか。あ、ちょ。これ殻じゃないの。あ、殻じゃないの。なるほど。これ殻だと思ってた。酔ってないから。いや、あの、食って、少し取ってなかったから、こっちに枝、戻したのかなと。よし、じゃあゆっくり枝豆食うの。あ、なるほど。忙すな。3人でこれぐらいだからね。さっきやべえ時代だったよ。それって言ったっけ。俺さ、すごい酔いにくいからさ、酔う飲み方をマスターさんで、まず。あー、言った。それ言ったじゃん。じゃあ、でも、それ以降、星野言ってないと思うんだけどさ、まずさ、普通に飲むじゃん。あ、酔ってきたわ。多分俺、大江戸温泉の時言ったんだよ。多分酔ってきたわって言ったんだね。最近ね、
酔う飲み方してもね、復活できるようになってきた。復活するよね。気合いの吹っ飛ばせんやん。ごさん、天然水飲んでる暇ねえぞ。今ね、またね、このジョッキ一杯半ぐらい前戻ってきた。早えよ。俺正直言ってさっきの結構無理して飲んだからな、一杯。あ、そうなの。あ、そうなの。やべ、あ、いや、ここまで来てたから普通に飲んでて、あ、いけると思ってガーって言ってた。今から俺、陳内に大盛りチャーハン食ってやるよぐらいのレベル。さすがにこれぐらい残ったらいけるって思って寝るけど。まあ安心してくれ、お前が酔いつぶれても大丈夫だ。父さん、安心してもう酔いつぶれようぜ。いや、俺つぶれたらいけねえからさ。あと何分？あとね、ラストオーダーだったら7分ぐらい。7分ね、7分、7、8分やばいや。もう一杯飲もう。だらこれの毛ってベタベタになるんだよな、マジで。甘いから。どことも俺が開けた時計なのにさ、俺が時計確かめれなかったんで。こうやってみて、俺時計つけてねえやん今。あれお前いつも寝る時計ちゃったの今、汗だくすぎて。あ、多分ね、牛津さんと飲んでなかったら多分俺こんな強くなってないと思う、正直。わかる。さっきね、ドジボリの時にね、黒さんに言ったよ。言った？あのね、なんでかわかんないけどね、俺ね、めっちゃね、人間の性格的にね、いいやつなのにね、俺が育てるとね、みんなクソ野郎になるんだよ。ファストショーもそうなんだよ。黒さんわかるな、トラック。まず黒さんが、俺は人間的にできてるからなって、その時に俺はそれで言ってさ、カスタチョもホスチョもなんかみんなクソ野郎なんだよ。俺正直言っていい？俺さ、多分クソ野郎になるちょっと前ぐらいだと思うんだけど、俺クソ野郎になんねえな、なりたくねえなと思ってたんで、正直。なっちゃったね。あれだな、クロスさん、クソ野郎のが楽しいよ。まあそうそう、ノリがね、良くなるから。ちょっとバカみたいなのが楽しいよ。だからわざと俺もさ、頭おかしいような、頭バカみたいなさ、喋り口調してるしさ。いや、俺だって結構あれやるよ。これ？このノリを。ノリがいいんだ。だからさ、西村とかだったらやらないでしょ。普通だったらさ、なんで飲んで土地にやんだろうなみたいになるじゃん。これを考えないけど、ウェーイってやってるから一番面白いんで、誰かがやろうとしたらそれに乗っかってくるやつらがいるってことが一番楽しいんだ。お前さ、だって普通のひどいじゃん。クソ野郎だなお前って。クソ野郎のわけがないじゃん。かわいそうじゃん。今普通に考えたらな、クソ野郎だなお前、ほんとバカだなとか言ってくるからさ、明日はいらっしゃいませとか言ってるからな。みんなバイト、みんなバイト、俺も明日バイトの人。はい、イエーイ、あ、今日イエーイイエーイイエーイ。クセルなお前バカだろって言ってきたからさ、あ、いらっしゃいませーって言ってさ、お客さんにも、いらっしゃいませー、はい、あ、お忘れでしょって、忘れてます、24歳しにいますかって言ってきたから、ピッ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 ってやってて、で、また次の日、クセルだろお前って言うから。これが、外した。これぐらいちょうどいい。ハメ外さないとね、人間やってけねえ。うん、一番いい分かってるから。俺だいぶ変わったと思うよ、昔から、ね。まあ、本当だよ。もしかしたら常識人脈じゃなかったっていうの。いや、めっちゃ常識があるだよね。あ、俺らがマジふざけてた。だって、ふざけすぎて、で俺がもうなんかめっちゃ言ってるぐらいだったもんね。
だってさ、今思うけどさ、前の推しとなったらさ、高校時代の、はい、あの、そういったさ、同窓会やるとしてさ、星野が酔ってたとしてもさ、盛り上がってるかーぐらいやったけどさ、今の、はい、盛り上がってるよー、今の推しとなったらさ、盛り上がってるかーガーンぐらいやったもんね、マジで。えいって言ってた。えいえいまああれだよね、分かりやすいのはさ、あの上半身で分かりやすいのはさ、ずっとこのジョッキ持っているようなもんだと思えば分かりやすいね。このジョッキだけ頑張るみたいな。おー、飲んだな。このソース死んねん。早飲みだけが取り柄ですか、取り柄だから。あと3杯くには死ぬんだけどさ。あ、そういうこと。間に合うから行ってくるわ。うん、行ってらっしゃい。実際ね、俺多分あと3杯くらいなんだしちゃって多分ね、俺いつもね、思った、あのウィスキーの時もお前調子に乗ってウェイ、ウェイ、ウェイってやってるからだんだん思ってこなかった、うん、お前は行け、はい